関係者、高橋宏斗は防御率記録を更新すれば最下位でもセリーグ MVP に選ばれると思う。昨年4勝8敗、今季の開幕投手を途方に譲り、かつてのエース、元エースと報じられることが多くなりましたが、完全にエースの輝きを取り戻しました。巨人は優勝すれば、菅野が MVP の最有力候補でしょう。巨人 OB の橋本清氏、中日の高橋宏斗、22です。不振で今季初登板は4月28日と出遅れましたが、現在6連勝でセ・リーグの10勝1敗を挙げて防御率 0.68 の無双状態。あと37イニングで今季の規定投球回に達する高橋が残りの登板を自責点3以内に抑えれば、1943年に元巨人の藤本英雄さんがマークした年間防御率 0.73 の日本記録を更新する。もし達成すれば81年ぶりの新記録ですから、チームは最下位争いでも MVP 票が高橋に流れることは十分にありえます。放送局関係者、こんなピッチャーがいるのに最下位、妙だな。規定投球回に到達して防御率0点台なら普通はリーグ MVP だよな。防御率1点台の投手が7人もいる極端な投稿環境でなければ間違いなくすごい成績なんやけど、周りの成績見ると傑出度がそこまで高いわけではないよね。規定行ってから考えたらええよ気がするかもしれんのやし、あと37イニングで3点かま、当然その後も投げて防御率悪化して記録なしだろうな。名古屋とかいう最高の職場。いやそらそうやろ、何年前の記録だと思ってんだ。先週失点してたしボール変わったから無理じゃないかな。0点台なら記録更新してなくても MVP でええぞ。もういい加減優勝チームから選出するんやめろ。そんなだからメジャーに比べて MVP の価値低いんや。ご視聴ありがとうございました。